マジ恋をより深く楽しんでもらうための勉強会こと第2回ツンデレ講座を開催したいと思います。遠藤君、準備はよろしいですか？はい、第2回もよろしくお願いいたします。よろしい。それでは始めていきたいと思います。先生、少しよろしいでしょうか？ジークワルド殿下とのお話が聞こえてしまいました。差し出がましく恐縮ですが、その剣術指導私でも問題ないでしょうか？殿下は放課後、国を担うための視察やお打ち合わせなどもあり、大変お忙しい方ですので、問題がなければ私が先生と一緒に下級生への剣術指導をいたしますわ。殿下、私が通りかからなければ剣術指導を受けていましたよね。とてもお忙しくされているのに、なぜ即答で断らなかったのですか？ご自身のキャパシティを考えてくださいませ。それに私は小さい頃から剣術を学んでおります。下級生の指導は殿下よりも私の方が適任です。はい、このリゼタンの真意は何だと思う、遠藤君？まずジークのキャパというか体調を心配しているのは確実でしょ？それは間違いないね。リーゼロッテの方が剣術が得意だから私を頼ってほしい。惜しい！遠藤くん、いい線来たよ。頼ってほしいだけじゃないの。リゼタンはね、ジークのことが好きすぎて、こんなにも魅力的なジークは全人類に惚れられてしまうと思っているんだよ。ほら、お願いしてきていたのは女の先生だったでしょ。先生がジークに頼み事を聞いてもらって、ありがたい、好きってなったら嫌なわけ。そこまで警戒するのか？まあ言われてみれば先生に対して妙にトゲトゲしかったし睨みつけてたけど、リーゼロッテのツンの理解は難しいな。リゼタンはね、とても親切でいい子なだけじゃなくて、めちゃくちゃ熱烈な恋心を胸に秘めている子でもあるから、ジークへの恋心が中心にあるのではって考えると、リゼタンの本音が分かりやすいと思う。なるほど、親切、それとジークへの恋心か。頼ってほしいも恋心があってこそだもんな。次はそれを踏まえて考えてみるよ。